三代目、桂文が7月5日から1992年8月16日は、戦後の情報落語家。本名、意識正一。出林は、釣り。大阪市13の新旧市の家に生まれ、子供の時から芸事が好きであった。戦後、会社勤めの傍ら、大阪市立伊豆大に工業高等学校の定時制課程に在学中、通学路に、 エビス橋小畜があり、通うようになり、会社を辞めて、高校も、中退、1952年3月、二代目、勝ツ春男ル団に入門。勝ツラマと名乗ったものの、直後に喫煙が発覚して破門。一時阪急バスの車掌になるが、講座が忘れられず、宝塚楽語会で復帰する。復帰の経緯については、複数の説があり、三代目、 カツラ米長の証言では、すでに二代目春団児は死亡していた坊津ので、新しい名前を付けることになり、一旦は三代目、極道南領の命名で、カツラ若太郎と決まりかけていた。だが、便所の壁に書いたあったんやというので本人が嫌がり、結局この名前で講座に上がることなく、わいは嫌われているがの名を付けたろうと、1955年にカツラが、 太ととしし名乗ってて復帰したとしている一方、川本久志英の改装によれば、復帰にあたっては新しい名前が必要とのことで、二代目、春男児の兄弟子であった、東京の二代目三遊亭百世に、ことぶき久志が話を通し、百世から彼の前座名、我が町の一時を二代目春男児に配慮して変えた、桂ツラの名をもらったという、1958年、 カツラワフトリに改名。この時期が、叫びたりの日々であったと、友人の四代目カツラ文、クレナイラ関係者が証言している。その一方では、落語の腕を磨き、1968年11月に三代目、カツ文画を襲名する。襲名披露工業は千日劇場にて行い、死の実施である三代目春団子を、はじめ、三代目米長、六代目小福帝昇格。 東京から八代目、林家正蔵、四代目、龍亭千楽が並ぶ、豪華版であった。1970年から1975年にかけて、四代目桂文くれないと、文文の会を開いた。晩年は、夫人の事故死に遭い、文化自身も1992年7月26日深夜、自宅近くの盆踊りの帰りに自転車で転倒し、頭部を強打。 脳内出血となり、意識不明の重体となり入院、治療の会なく、同年8月16日に肺炎による心不全で没した。Y は60になったらようなるんやと、生前口癖のように言っていたが、その60歳を前にしての死であった。弟子には、師匠の全名を継いだ二代目カツラワフト寮がいるが、廃業している。ひょうひょうとした芸風で、古き良き時代を感じさせた。 得意ネタも多く、ストクイン、死ぬなら今、青菜、ケの茶漬け、辻八見、悔やみ、チリとテチン、商売ネモン、短命、童乱の、孔介、のぞき医者、宿屋町、延べ洋博、釜の油、始末の極意、湯文字褒めなどの古典落語や、大仏餅などの東京の八代目、林家肖像からのネタのほか、おさだの話、青田倉庫などの自作自演ネタがある。 口述の酒にまつわる数々の失敗談がありながらもファンに可愛がられ後輩からも慕われたのは普段は真面目で貴重面と言われた文化自身の人徳によるものである。勉強家でもありよく稽古をつけてもらった四代目桂文化の改装によると大阪市平野区の文化住宅の自宅には階段から押入れにまで無数の書物と 落語関係の貴重な資料が段ボール箱で13箱も収められていたとのこと。後輩の面倒見もよく、頼まれたらじっくりと稽古をつけたり昔の芸談を話したという。酒が好きで、若い頃は酒で散々失敗して数え切れないほどのエピソードがある。酒以外のエピソードとしては、若手時代の四代目、桂春ラハから死ぬなら今の稽古を壊れたところ、 早すぎると断ったことが知られる。また、芸にうるさい客の集まる、新世界の寄せ新化月に出演中、握り飯を投げられた時に、ありがたや、お天道さんと飯だけはちゃんとついてくると返した。だが別の日に、得意ネタの芸の茶漬けを演じた時は、あまりの出来の良さに、客は、しんとして聞き入っていた。身だしなみは極めていい加減で、靴下や下着を変えないことは、 日常茶飯事。汚れたシャツを隠すために年中マフラーをしてくるのだが、そのマフラーも不潔そのものであった。その反面、風呂好きで、日に23回戦闘通いを楽しみ、金がなくなると蔵書を売ってまでも戦闘台を年出するほどであった。学級肌のところもあり、落語への造形や理論にかけては、東西随一であった。文くれないとは芸について、よく論議し、 しばしば絶好状態になったこともあった。ある時、文クレナイとの議論が白熱しどちらも引くことがなかった。そこへ二人に劣らぬ、理論家の七代目、縦川男子が加わり、いつしか男子と文化との論争になった。だが、男子がいくら熱弁を振るっても、文化は最後まで持論を曲げなかった。ありがとうございます。